はいどうもこんにちは、こんばんは、ユニーです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。突然ですが皆さん、ボディバッグってどんなものを使われていますか？手軽にね、使えてちょっとそこまで行く時とかですね、荷物が少ない時など、いろんなね場面で使えて便利なバッグ、それがねボディバッグだと思ってます。で、今回はですね、そのボディバッグの紹介をしていきたいと思っております。機能性やコンパクトさ、使いやすさなど、様々な特徴を持ったボディバッグっていうのがですね、今たくさん販売されておりますけれども、今回紹介するのはたくさんあるボディバッグの中でもカメラバッグに位置するんですが、日常使いもできるコンパクトさ、機能性、そして使いやすさのね3拍子が完璧に揃っているボディバッグの紹介となります。ボディバッグやカメラバッグを探している方、機能性も見た目もコンパクトさを求める方、この2つにね該当される方はぜひね最後までお付き合いいただけると嬉しいです。で、今回ですねバッグを紹介する中で、特にですね有名なメーカーのバッグを紹介するというわけではありません。有名なメーカーと言っちゃうと今から紹介するメーカーさんにちょっと失礼かもしれないんですけれども、地方のですねカバン屋さんが作られているメーカーになります。で、このメーカーはですね川西カバンさんというですねメーカーになるんですけれども、香川県の高松市にあるですね職人がゼロから作るものづくりにこだわりを持ったメーカーになります。以前ですね僕の Vlog でですねこの香川県の川西カバンさんの紹介を少しねさせてもらってるんですけれども、ゼロから作るというのは商品の企画構成から素材とか本当にねこだわってですね全て川西カバンさんで作っているというね意味でご紹介をさせていただきます。そんなにねカメラバッグに一つにですねそこまでこだわるってなかなかできないと思うので、僕もですねそういった工程ですとか素材とか企画構成っていうのをねいろいろ聞いて、このカバンって素敵だなと思って購入させてもらったので、今ね愛用させてもらっているっていうところです。ぜひね川西カバンさん気になる方は概要欄にですねその動画をつけておりますので、ぜひチェックしてみてください。おすすめのですね美味しいご飯屋さんも紹介しております。その川西カバンさんがですね YouTuber の方と共にですね作り上げたカメラのためのボディバッグが今日紹介する商品、こちらになります。はい、ラフというバッグになります。もう見た目はねもうシンプルで無駄がないっていうねイメージの、男性女性問わずね使えるボディバッグかなと思います。ではこのバッグの魅力ね一つずつ紹介していきたいと思います。早速いってみましょう。ではこのバッグのねまず魅力をですねお伝えさせていただきたいと思います。魅力は大きく2つあります。まず1つ目に関しては、素材にこだわったことによる撥水と耐久性という点ですね。実はこのラフというボディバッグ、僕が購入したものは違うんですけれども、当初ですね瀬戸内レザーというですねレザー、いわゆる革を使ったですね商品があったんですけれども、今回購入したのはコーデュラバリスティックナイロン素材のものになります。で、このコーデュラバリスティックナイロンというものがですね軍用の装備とかにもね使われているぐらい頑丈で耐久力がある素材になります。めっちゃごついヤスリとかでゴシゴシ削っても全く傷まないぐらいの素材なんで、どんな状況下でも安心して使えるっていうのがねメリットです。でね、撥水性もこんな感じで水を弾きます。で、さらにですねファスナーもここ見ていただくと分かるんですけれども、止水加工をねされているので、雨の日もねカメラとか荷物が濡れる心配がないというところです。で、もともとですねカメラを入れることを想定してね作られているため、カメラをね安心して持ち運ぶためには、まあ当然かもしれないですけれども、素材にこだわることによってカメラだけじゃなくて日常使いでも安心して使えるっていうのは非常に、ね、魅力的かなと思っております。で、2つ目はですねこだわりによって設計による機能性ですね。もうカメラを入れるバッグなので、クッション性っていうものはねものすごく重要になってくるんですけれども、そこから前面、あとね背面とか、そういったねそれぞれパーツごとに厚みを変えてクッション材を入れて作られているため、持ってみると分かるんですけど、もうふわふわなんですよね。見た目ではね全然分かんないんですけれども、触ってみると、あ、こんなにねしっかりしてるんだって感じると思います。で、ファスナーもですねそこからねこれついてるんですよね。なのでこれガバッとねこう開くと、そこからねこうやってね口をね思いっきり開いて荷物を入れられるっていうところなんですよね。取り出しやすさとか入れやすさっていうのも設計されています。こうつけてる時にガバッと開くと下から落ちちゃうっていうことがあるんですけども、それをね防止するためにここにストッパーがついているっていうことで、こういったね配慮も嬉しいところですね。で、中身なんですけれどもこんな感じになってます。ここがね仕切りがあって、で、こっちもね小物を入れられて、細かいんですけれどもここにもね入れられるっていう感じですね。なので、まあ、SD カードとか、あとはガジェット関係、充電関係とかケーブルとかもこの中に一つねまとめてカメラと一緒に持ち運べるっていうところで、あと裏面にもこんな感じでねスマホとかを入れられるスペースがあるというところです。まあ、本当に、ね、シンプルなんですけど、シンプルがゆえに機能性にこだわってですね必要な機能は全部盛り込んでいると。なのに使い方は自由でコンパクトという最高のねボディバッグです。さっきね真ん中に仕切りがあったんですけど、ここのね仕切りがマジックテープになってるんで、これを外して
こうやってね仕切りなしで使うこともできるので、ここもね中入れられたりできますよねというところで、日常にも使えるっていうところで今回ね紹介させていただくっていうところです。であとダメ押しとしては、こう身につけた時のフィット感ですね、これがめちゃくちゃいいんですよね。実はここにあるここの角度がですね、体にフィットするように設計されていて、違和感のないようにね調整されています。そしてベルトの幅もね50センチ幅というところで、肩にね負担が来ることもないですし、あとは着脱もねこんな感じで簡単にできて、こういうベルトのストッパーもちゃんとついているっていうところですね。本当にですね普段使いも踏まえてカメラバッグとしてですね、使いやすさ、安全性、安心性というものを考え抜かれた素晴らしいバッグだと僕は思います。これ僕もう1ヶ月2ヶ月ぐらいね使ってるんですけれども、休みの日はね基本遠出しない限りはこれを持ってね常に歩いているっていう感じで、もうだいぶですね持っていくものが決まってきたので、ちょっとね今回この中の紹介もねしていきたいと思います。この中に入れるものはですね、目的に合わせて2パターンあります。今から紹介するのは、普段ですね今撮っているフルサイズのカメラとかね、そういったものを持ち運ばずに気軽に買い物行ったりとか、あとは何かあった時に撮影できるようにっていうね、カメラ機材少しだけ入れているバージョンということなんですけれども、まずですね背面にはスマホを入れています。であと中開けると入っているのはね、こういうミニ三脚とか、あとはですねこういったスマホ用のiPhone とかね、三脚につける iPhone 用の撮影のものとか、あとはねマイクとか、こういったですねマウント、これはですねオズモアクションに使うんですけれども、マウントとかですね、そういった小物系のポーチを入れていて、さらにもう一個同じポーチが、これがねケア商品を入れているって感じですね。で仕切りをしているここにはですねオズモアクションを入れていると、まあ何かあった時に取れるようにって感じで入れてます。であと細かいところにですね、こういった財布をですね入れているっていう感じですね。なのでこの本当にねバッグ一つでこれだけのものが入るので、もうね普段散策する時とか、いざという時撮影したいなっていう時に、いつでもね本当にこのボディバッグから取り出して撮影とかね、あとは普段使いができるっていうところでね今使っています。で普段使いがねできるのはね当たり前だと思うんですけれども、カメラバッグとしてどうかっていうと、こんな感じですね。はい、今撮っているですねフルサイズの α7C ソニーのカメラなんですけれども、このカメラはね比較的コンパクトなフルサイズというものなんですが、これがねこんな感じでスッと入るんですね。しかもレンズつけたまま入るんですよね。例えば本当にこだわりがなければ、レンズをもう一個ねこんな感じで入れたりとかすることもできます。ということでカメラとレンズをね入れて運べるんですよね。で今回フルサイズのカメラなんですけれども、 APS-C サイズのもう少し小さいカメラですとか、あとはコンデジですね、コンパクトデジタルカメラとかだったらもう少しね余裕を持って、ね、入れることができます。でマイクをこんな感じで入れていたりとかするので、いつでも気軽にスナップショットとか動画の撮影ができるっていう感じで、カメラをね持ち運ぶこともできるバッグということですね。という感じでですね、本当にこのコンパクトさ、手のひら2つ分ぐらいにね収まるコンパクトさなんですけども、このボディバッグですね、もう本当に長年愛用できるものだなと思って気に入って使っています。価格帯としては結構ねボディバッグとしては高い方だと思います。それだけ払う価値がありますし、めちゃくちゃねやっぱり企画構成とか含めて素材とかもねだいぶ検討されて考え抜かれて作られているんだなっていうことがね、川西カマさん YouTube をされてて、その動画を見ると分かるんですけれども、あとはこの商品を開発するストーリー性とかね、その情熱とかっていうのを聞くと、やっぱりねいい商品だなと思いますし、僕もねボディバッグもしくはねカメラバッグ欲しかったので、ある意味ね求めているものを見つけることができたっていう嬉しさもあってですね、買うかどうか最初悩んでましたけども、現物見てですねもうその場で買うと決めてですね購入したっていう感じですね。はい、ということでですね、こちら川西カバンのボディバッグいかがでしたでしょうか。日本にもですねいろんなカバン屋さんがあって切磋琢磨しながらですねいろんないいものを作られています。でそういったものをねやっぱり YouTube とかで僕も見つけましたし、そういったものを実際手に取って使ってみるとやっぱりですね愛着が湧いて、本当に、ね、長年ずっと使っていきたいなっていう思いにされるので、そういったねボディバッグを一つ持っておくといいかなって思いました。ということで今回はですね、ボディバッグ、カメラバッグの紹介ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。僕の動画ではですねこういった形で生活を少し豊かにする商品ですとか旅の情報というものを発信しておりますので、今回の動画が良かったなと思う方は高評価、そして次の動画気になるなという方はですねぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。